た、頼んでないわよ。これ以上私を筋肉の世界に引きずり込まないで。何筋肉の世界って。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、舞園さんのとこに行こうと思うけど、気になるよね。え、何？話しかけれない感じ？え、あー、話しかけれたわ、びっくりすごい存在感あるのに話しかけれんのかと思った。おはよう、内くん。おはよう。うん、やはり朝の挨拶はいい。実に爽やかな気分だ。わかったか。では今日も一日お互いに頑張ろうではないか。そうだね。朝っぱらから暑苦しいな。石丸くんっていつもこうなんだな。でも朝っぱらからそのテンションすごいね。ははは、ここ石丸くんの部屋やった。キリギリちゃんやった。ここやな。ここは石丸くんの部屋みたいだ。今は特に用はないかな。く、本人が反応してくるかと思ったけど、してこんかったわ。あ、おった。隣さんか。ドアの横のインターホンを押せばいいのか？一人一人にちゃんとインターホンがついてるのすごいね。びっくりした、お亡くなりになっとるかと思った。もうなんかちょっとしたことですぐに。でも、一晩あげたら誰かが亡くなっとるっていうのはよくあるパターン。はい。おはよう、舞園さん。ちょうどよかった。ちょうどよかった？ですね。ちょっとお願い事があるんです。お願い事とは？お願い事って？私もこれから出かけようと思ったんです。よかったら付き合ってくれませんか？いいけど、どこに行くの？どこかに護身用になる武器はないかと思って。護身用？だって、私たちをここに閉じ込めた人がいつ襲ってくるかわからないじゃないですか。あれじゃない？食堂に行けば。何？食堂には？調理済みの料理が置いてあるの？食材が置いてあるの？食材の場合は、自分たちで作らんといかんっていうことやけん、包丁とかがあるのでは。僕たちをここに閉じ込めた人物、あんな殺しのルールを提示した人物、こんな理不尽な状況を作り出したやつなんだ。確かにいつ襲ってくれか分かったもんじゃない。まあ、あれか、私はこう現実の世界におるけん冷静な感じで見よるけど、やっぱこういう状況になったら何もしなければ何も起こらないっていう平和な考えにはならんか。焦ってとりあえず出ようとか、なんかそういう考えになるか。だから何があっても自分の身くらい守れるようにと思って。それで護身用の武器を。だったら体育館前のホールのショーウィンドウに使えそうなものがあったような。体育館前のホールのショーウィンドウ、あ、刀。体育館前のホールですね。行きましょう。またエスパーですから。あ、今のは何？独り言言ったんじゃなくって心の中？もうどっちかどっちかわからんわ。冗談です。ただの勘です。僕ってそんなに単純な思考なのかな。ってか思考とかじゃなくない？詳しい場所まで今分かったよね。おかしいおかしいおかしい。個人の感情を読み取ったわけじゃないけん。とにかく舞園さんと一緒に体育館前のホールに行くとしよう。学園内の移動が面倒くさいとお困りの皆様、朗報でございます。何？マップで移動できる？手帳メニューのマップですが、ここからなんと瞬間移動が可能になりました。やったね、特殊能力。マップメニューを開き、場所をご指定いただくだけの簡単操作でございます。ただし瞬間移動ができるのは廊下など一部のマップのポイントに限られます。廊下？要所要所、その各部屋とかじゃなくて。また行ったことのない封鎖されている階層に瞬間移動することはできません。まあそりゃそうやな。さらにストーリー的なあれの影響で瞬間移動をご利用いただけないこともございます。要は移動中の道の途中とかでイベントが起こったりとか、なんか瞬間移動先の部屋の中で殺人事件が起こっとる場合とか、なんかそんな感じね。壁の中に移動してロストしてしまうかの危険性を回避するためご了承くださいませ。壁の中に移動？そんなことがあったの？以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。ちょいちょいこうプレイヤー側への運営さんからの言葉がやってくるけど、ちょっと待って。体育館は？あ、そっか。瞬間移動ができるんやったっけ。もうつい今しがた
あ、誰がどこにおるかっていうのも分かるようになった。あ、ほらほらほら、あれランドリーって封鎖されてなかったっけ。誰か人おるよ。食堂にも3人おる。なるほど、分かりやすくなったね、めっちゃ。で、体育館はどこよ。あ、体育館これ、え、これか。大浴場やった。大浴場、男湯、女湯ってある感じかな。ここはみんなの部屋ね。体育館に行けんやん。何トラッシュルームって体育館行けんやん。これってじゃない、倉庫やったわ。あー、もうこのまんま行くしか。行きますよ、行きますよ。マップってどうやって見るんやった。ここは女子トイレだな。まあいいや、みんなと話していこう。ごきげんよう。お二方。え、おはようございます、サレスさん。こんな平凡な挨拶を交わしているなんて、なんだかおかしくなりますわね。よろしいですか。私たちはここに閉じ込められているというのに、ちょいちょい怖い発言するのやめて。スレスさんって時々怖いよな。てかまあ言い寄ることはあれかもしれんけど、その表情とか。では私はこれで。いなくなった。行きましょうか、ナイギ君。そうだね。まあいろいろと見ながら行けばいいか。これは何？あ、トラッシュルームとかいうやつか。ん？これか、トラッシュルーム。ゴミ捨て場ってことね。なるほど、なるほど。お、ヤッホー。むむ。怪しいです。苗木誠殿に舞鶴さやか殿。どちらへ行かれるんですかな？そんなに仲睦まじく。ちょっと何言って。いやはや、これが館物のお約束。吊り橋効果の男女ですな。ではこちらもこう言わざるを得ない。なんか館物、そういうジャンルがあるんですか。それなんてらのべ。苗木くん、山田くんが何言ってるのか分かります。いや僕もさっぱりだよ。そこはエスパー発揮されんのやね。ラノベとか懐かしいな。中学生の時に周りで流行っとった気がする。ん、これは戻ってきたのか。舞園さん一緒に行動してるんじゃないの。いつまでそこにいるんだよ。しまるくん話したっけ。あ、話したね。朝一で話したね。ねえ、どこなん、これは何、何室。デンジャー。何室なんや。怖い怖い怖い。開かない。鍵がかかってるみたいだ。なんか鍵かかってなかったらね、テープペリペリって剥がしたらいいだけになってしまうし。体育館はどこですかね。ねえ、ランドリー行ってみよう。だよね。私たちは体育館前のホールに行くんですよね。うん、そうだね。じゃあ早く行きましょう。人がいるところにも行かせてくれないんすか。どこだよ。どこなんだよ。こっち行けんのよね。ちょっと待って、マップでさ、体育館への移動もできんしさ、なんかめちゃくちゃ普通に迷子なんですけど、ここ出られるっけ。この先？あ、なるほどね。そっか、さっきのは寄宿舎の中か。そりゃ校舎に戻らんといかんわな。お、みんないるね。あ、こっちに移ったってことはもういけるんじゃね。深尾さんとこの二人が一緒なんて、なんだかすごい組み合わせだな。何よ。物言いたげな目をして。いや、珍しい組み合わせだと思って。川さんと朝比奈さんと大神さんが一緒なんて。言っておくけど、私は こんな脳まで筋肉な連中といるなんて不本意なのよ。もっとひどいじゃん。もう昨日誘ってほしかったみたいだったから部屋まで声かけに行ったんだよ。もう優しい。頼んでないわよ。これ以上私を筋肉の世界に引きずり込まないで。何筋肉の世界って。言っちゃった。追いかける。待って、これ以上の無理強いはやめておけ。それはまあそうだよね。そもそも水と油だもんな。一緒にいる方が無理あるって感じか。でもせっかく誘ってくれたやんしさ。ここやっけ。じゃ購買部やった。購買部なんか解き放たれてる。解き放たれてる。塞がれとったよね。ここやっけ。ちょっと待って、マップ見よ。とりあえずどれ、体育館、教室、え、裁判場前ホール、裁判場前ホール、
裁判所？どこだよそれ。玄関ホール、購買部、保健室。あ、とりあえずこの辺、ここやん。ここやった。ここからどこにゴーすればいいんですかね。え、私は一体どこから来たんでしたっけね。あった、体育館。どこだこれは。歩き回りよったらわからんかった。ほら、ここで刀で突き刺すもよし、トロフィーで殴るもよしって感じやね。ここですね、護身用の武器がありそうなところって。確かにあのショーウィンドウに何か置いてありそうですね。これよこれ。え、指し示せない。別、これは指し示せてるということか。そういうことか。ほらこれ、これは刀？いや、模擬刀みたいだ。それにしてもすごいセンスだ。全体にまんべんなく金箔が塗装されている。しかも、うわ、ちょっと触っただけでも手にベタベタと金箔の塗装が。そんな、ほんとだ、手が汚れちゃいますね。これじゃあ護身用にしてもちょっと。そっか、ないよりはマシだと思ったけど。ダメな。だったら苗木くんが持って帰ったらどうですか。意外なインテリアにして活躍するかもしれませんよ。インテリアになるのか。でも気をつけて持って帰ってくださいね。新聞紙とかで積んだ方がいいですよ。もう持って帰ることになってるんだ。新聞紙はどこ。ここには他に護身用になりそうなものはないですね。でもさ、心配しなくてもすぐに必要にはならないよ。それにもしそうなったとしても、その時は僕が守るからさ。苗木くんが渡しようですか。ありがとうございます。びっくりした、不審に思っとんかと思った。表情的に苗木くんが味方になってくれるならもう護身用の武器なんていりませんね。そんな。前園さんはそう言って笑った。彼女の不思議な笑顔、心が安らいでいく笑顔、この笑顔を見ていると本当に何でもできるような気になってくる。気になっとるだけやけんダメよ。無理よ。じゃあ武器探しなんてやめて、せっかくだからもう少しお話ししていきましょうか。武器いらないの、もう。何を話すんすか。あれ、結局持っていっとるやん、ちゃんと。マジで今新聞紙に包んだ模擬刀持っとん。お話ししようって言っておきながら、いざとなると何を話していいか分かりませんね。ごめんなさい。まあ話すのってね、よし話そうって思って会話するもんじゃないもんね、人と。ごめんなさい、私から誘っておいて。別に平気だよ。っていうか話すことがなければ黙っててもいいんじゃないかな。無理して話さなくても二人でぼーっとしてるだけでいいんじゃないかな。ぼーっとするだけですか。いやー、ぼーっとするだけ、ただのクラスメイトと一緒に、それはちょっときついな。間がきついな。あ、でも前園さんは退屈だよね、何もしないでいるなんてさ。いえ、退屈なんてことはありません。ただ私慣れてなくって、そのぼーっとするってことに。え、あ、まあいつも忙しく働きよるけんってことか。そうだよね、前園さんは僕みたいな普通の高校生と違って毎日忙しいわけだし。あのですね、唐突ですけど、苗木くんには夢とかありますか。だったら前園さんの夢は。前園さんの夢も聞かせてよ。聞かれてるのに何質問で返してるんだ。私の夢は、幼い頃からずっとアイドルに憧れていました。うちってね、父子家庭だったんです。お父さんは毎日夜遅くまで働いてて、私はいつも一人でお留守番。まだ子供だったしちょっと寂しかった。でもそんな私の寂しさを紛らわしてくれたのが、テレビの中で活躍しているアイドルの姿だったんです。お姫様みたいに可愛くて、歌も上手くて、踊りも上手。何よりあの笑顔。いや、なんかああいうのね、踊りがすごいなとめちゃくちゃ思うんよ。AKB 系だったりとかね、ジャニーズだったりとか、すごいよね。何歳になってもめちゃくちゃ踊れるやん。あの笑顔を見ていると、私の寂しさなんていつの間にか吹っ飛んでいました。だからいつか私もそんな風にみんなを勇気づけられるアイドルになりたいって、そう思うようになったんです。でもすごいよね、
子供の頃からの夢を本当に叶えちゃうなんてさ、本当にすごいよ。私、お、どうした？私は夢を叶えるために今まで何でもしてきました。嫌なことも含めて本当に何でも。え？あのですね、夢は追い続ければいつかきっと叶う。私もそう思いますけど、でもそのためにはずっと夢を見続けなくちゃいけないんです。それが悪夢であろうと、起きていようと寝ていようと、夢を叶えるためにはずっと夢を見続けてなくちゃいけないんです。まあだって芸能界ってめちゃくちゃ大変そうやもんね。キラキラした部分だけじゃないやろ。あの世界では少しでも気を緩めればすぐに置いていかれちゃう。息継ぎなしで水中を全力で泳ぎ続けなくちゃいけない。本当にそんな感じの世界なんです。そんなに大変なんだ。だって毎年のようにいろんな子たちが出てくるもんね。じゃあ楽しくないの？違います。うん、そんなことありません。楽しいですよ、すっごく。でもだから怖いんです。今は本当に毎日すっごく楽しいんです。同じグループのみんなも本当に素敵な仲間たちで、みんないい友達だし、いいライバルで、昔からずっと一緒にやってきた大切な仲間たちなんです。てかさ、急激にこのセンターおらんなったわけやん。大騒ぎにはならんのかな。連絡も取れんわけやし。みんながいなかったら私はとっくに夢を諦めてたかもしれません。みんなと一緒に夢を叶えて、一緒に仕事できて、今はすっごく幸せです。みんな一緒に養成所とかから育ってきた感じなんかな。だから時々怖くなるんです。いつか世間に飽きられて、そうしたら私たちどうなっちゃうのかなって。夢を失って、楽しい日々も終わって、みんなバラバラになっちゃうのかなって。前園さん、そっか、難しいよね。なんか芸人さんとかやったらさ、YouTube とかあるけど、アイドルとかってなんか消えたら終わりなような感じもするし。震えてる？そうか、前園さんは恐れているんだ。苦労して手に入れた最高の夢だからこそ、前園さんはそれを失うことを恐れているんだ。あのですね、私が希望が峰学園に入学を決めたのもそんな理由からなんです。どういう意味？だってここを卒業できれば間違いなく成功を手にできるんですよね。卒業を語り出したけん、なんかこの子も卒業のためんならどんな嫌なことでもやってきたってよってけん、卒業のために人を殺すこともやりそうやな。そうしたら私は大切なグループの仲間とずっと一緒に活躍し続けられるじゃないですか。そう思ってたんですけど、そう思ってたのに、それなのに こんな場所に閉じ込められて出られないなんて。きっと仲間も待ってるのに。こうしている間にも忘れられていく。目の色がなくなった。どんどん私たちが消えていく。それなのに、前園さん、どうしてたの？私にはこんなことをしている余裕はないのに。それは僕が初めて聞いた彼女の心からの叫びだった。彼女の怒りだった。でもその怒りも最もなのかもしれない。だって彼女はここに閉じ込められたせいで努力して掴んだ仲間との夢を失いかけているんだ。いや、努力なんて言葉だけでは片付けられない。その重さは僕なんかには計り知れないんだから。こうやってみんなの心の闇がちょっとずつ見えてくるんだ。愚痴なんか言っちゃって気を悪くしましたよね。ううん、そんなことないよ。ごめんなさい。あのさ、前園さん、ところでお腹空かない？部屋に戻る前に食堂でご飯食べていくなんてどう？だったら作りましょうか。私こう見えて上手なんですよ。やっぱ作れるってことは包丁とかあるって。本当に？何が得意なの？ラー油です。調味料？ラー油？冗談か、なるほど。そう言って前園さんは笑った。でもほら、あれやん、食べるラー油みたいな一時期流行ったやん。そういうのかもしれん。さっきの感情的な表情は消えていて、そこにはいつもの明るい表情だけがあった。だけどどうしてだろう、それがまるで仮面のようなよそ行きの表情にも思えたのは、やっぱアイドルしよるけんね、そういう顔もあるよ。営業スマイル的な。その後前園さんと共に食堂で食事をし、僕らはそれぞれの個室へと戻っていった。ちゃんと飾られとる。模擬刀が。簡素な雰囲気の個室に金箔の模擬刀。違和感以外の何物でもない。そんなに違和感ないけどね。とにかく今日はまだ時間もあるし、じっとしている気分じゃない。
どこかに行ってみようかな。これから自由行動時間が始まります。説明をお聞きになりますか？あ、じゃあ聞かせてください。学園生活の合間に自由行動と呼ばれる時間帯がございます。自由行動では他の生徒の皆様とご一緒に過ごすことで親交を深めることができます。ほ、なるほど。自由自在に動き回るっていうわけではなくて、なんかそういう選択して誰かと一緒におるってこと？え、なんかすごい、なんかストーリー変わってくる？選択によって。またその後にプレゼントを渡し、さらに好感を得ることも可能でございます。なんかあれやね、シミュレーションゲームみたいな感じになってきた。プレゼントは購買部のモノモノマシーンで手に入れることができますので、ぜひお立ち寄りを。モノモノマシーン、何ガチャ的な感じ？あなた様とお相手様との親交が深まりますと、親密イベントが発生し、通信簿に情報が追加されます。その際、お相手様からプレイに役立つスキルをご教授いただけることもございます。スキル？なんだろうか。ぜひ多くの方と親交を深めてください。なお、どちらか様とご一緒に過ごされますと、時間が経過し、あなた様は部屋へお戻りになられるでしょう。何度か時間が経過いたしますと、自由行動は終了となり、ストーリーが進みます。なんかあれかな、一緒に過ごす人によってなんかサブストーリーみたいなのが発生したりとか、そういうのはあるんかな。メインストーリーとか、さすがに殺される順番とか死ぬ人とか、その辺まで影響があったりはせんのやろうけど。ちなみに、あなた様の部屋のベッドでお休みになることで自由行動をスキップできます。あまりおすすめはいたしませんが、ストーリーをさっさと進めたい場合にご利用ください。まずは前座のさやか様とご一緒に過ごされてはいかがでしょう。え、またさっきまでも一緒におったのに、一旦離れて、また初めてのお相手としては申し分ないかと。ほう、自由行動開始。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。自由行動、一緒に過ごす人によって会話の内容とか、メインのストーリーもなんかね、変化が現れたら面白いけど、それは無理か。